1700年頃のエッチングビボルグ城丸い島、ビボルグは、ロシア連邦レニングラード州の都市である。ロシア語での発音は、ビーボルクに、近く、また他に、ビボルク、ブイボルクなどの表記も用いられる。かつては、スウェーデン領やフィンランド領であった都市であり、ビープリ、ビボリの名でも知られる。ちなみにドイツ語では、ビボーグと表記される。フィンランド湾に面し、 カレリア地境の北西端に位置する。サンクトペテルブルクから北西に1 3 0トルの距離にあり、3 8トル北にフィンランドとロシアの国境がある。2002年時点での人口は79,224人。この町の地域は、ブオクサ川の西の支流上にあり、貿易の中心地であった。フィン人の一派カレリア人が住んでおり、彼らは、 ノブゴロドやスウェーデンの支配下に入った。1293年、いわゆる第三次、スウェーデン十字軍の際に、ビボルグ城が元帥トルケルクヌートソンによって建てられた。この城をめぐって、スウェーデンとノブゴロドは数十年にわたって争った。1323年の条約によって、スウェーデンの一部となった。ロシアスウェーデン戦争の間、町は行為に抵抗した。 1403年、スウェーデンをエイリク・アポンメルにより貿易特権を与えられた。1710年の大北方戦争でピョートル一世に占領されるまでスウェーデン領であった。1721年のニスタット条約によってロシア領となった。1790年、第一次ロシア・スウェーデン戦争ではビボルグワンの戦いと呼ばれる大規模な海戦が起こった。 1809年にフィンランドがロシアに割上されると、アレクサンドル一世は1812年にこの町を含む地域をフィンランド大公国に編入した。19世紀の間、フィンランド東部における行政と貿易の中心地として発展した。1856年に開通したサイマー運河はフィンランド東部と海を結ぶ道となり、地域経済に貢献した。 工業は育たなかったが、その位置のために、カレリア地境、ラドガカレリア、南東フィンランドでの工業製品の運輸の中心地となった。1905年のロシア第一次革命によって、皇帝によりドゥーマの開催が約束され、1906年4月末より、ペテルブルクでドゥーマが開催された。しかし、政府との対立から7月上旬に解散させられると、議員たちは、 ビボルグのホテルに集結し、167人によるビボルグアピールを示した。1917年のロシア革命の後、フィンランドは独立を宣言した。フィンランド内戦で町は赤英軍が掌握したが、1918年4月29日に白守軍に占領された。戦艦期には町はビープリと呼ばれ、フィンランド第二の都市だった。 人口は8万人で、少数民族として、ロシア人、ドイツ人、スウェーデン人がいた。この時期に、アルバーアールトによる近代建築の傑作、ビープリ図書館が建てられた。冬戦争では、7万人の人々がビープリから、フィンランド西部に避難した。住民がいなくなったビープリとカレリア地境全体は、モスクワ講和条約によって、ソ連に割上され、1940年に、 カレロフィンソビエット社会主義共和国に編入された。ビープリには1万人程度のフィン人が残っていたが、彼らも引き渡しの前に立ち退いた。旧フィンランド領のカレリアからの避難民は政治的な勢力となり、その要望はフィンランドがドイツの支援を受けてソ連と戦う動機となった。1941年8月29日、ビープリはフィンランド軍によって奪回され、 フィンランド政府は、モスクワ講和条約で失った地域を併合した。その年のうちに9700人が帰還し、1942年には1万6000人となった。2万8000人まで戻った住民は、ノルマンディ上陸作戦と並行して行われた赤軍の大規模な攻勢の前に、再び避難民となった。1944年6月20日に町は、陥落したが、 タリーハンタラの戦いでフィンランド軍はソ連の攻撃を止めた。1944年9月19日のモスクワ急戦条約によって国境線はモスクワ講和条約のものに戻りパリ条約でフィンランドはビープリを放棄した。ビープリはレニングラード州に編入されてビボルグと名前を変えソ連全土からの移住者が集まった。冬の門。 レポス・ビープリ図書館2019年10月1日より、電子査証によるサンクトペテルブルク及びレニングラード州への訪問が可能となった。ビボルグで最も有名な場所はビボルグ城である。13世紀にスウェーデン人によって建てられ、1891年から1894年に大規模に再建された。マルイ島とラサウス島は16世紀半ばに建てられたもの。 アルバーアルトによるビープリ図書館は近代建築の歴史における基準点となっている。1740年に建てられたロシアによる要塞やピョートル一世とトるケルクヌートソンの記念碑もある。レーニンの家は1917年の9月から10月にレーニンが滞在し10月革命の準備を行った場所である。フィンランド湾に面した高台にあるモンレポス公園は 東欧で最も広大なイギリス式庭園の一つである、城の塔からの眺め、ありがとうございます。